950ドイツマルク・バルタザール・ノイマンの代表作、ビュルツブルグのレジデンツヨハン・バルタザール・ノイマンヘプ百五十三年八月十九日、ビュルツブルグはバロック及びロココの建築家。通常は、バルタザール・ノイマンと呼ばれる。ノイマンは千七百十一年に、ビュルツブルグの方兵部隊に所属したが、司教ヨハン・フィリップ・フランツ・フォンシェインボルンの援助で、イタリア、フランケン地方さらにはオランダで、 建築の腕を振るうこととなった。ノイマンはバロック及びロココの最も重要な建築家の一人であると考えられている。彼によって南ドイツの建築物はあるいはドイツカトリックのバロック建築はその頂点を築いたのである。その本領は特に階段室や礼拝堂といった巨大なインテリアの創作に発揮されている。ミュンヘンのヨーゼフ・エフナーやベルリンのアンドレアス・シュレーター。 とは異なり、ノイマンは、室内装飾の仕事を同時に行うことはなかった。むしろ専門的な芸術家を集め、マネージメントするやり方を取った。特に、ビュルツブルグの司教宮殿では、国際的な芸術家を集め、ビュルツブルグロココの最高傑作を作り上げたのだった。ノイマンは、1753年に、砲兵隊大佐として、ビュルツブルグで亡くなった。 当時としては異例と言えるほど忙しい建築家であった彼は数多くの質の高い作品を残している。彼の作品がかつて5 0 d m 紙幣に印刷されていたことからも高い評価を得ていたことがわかる。ありがとうございます。